こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も言いながら大相撲の世界を指すマッチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。本日は大阪府の50代の女性からいただきました、はい、ありがとうございます。大阪の地元の星浦ですが、新小結びを射止めるなど大活躍ではあるものの、残念ながら最近は勝ち越すことができません、これからの浦への期待や課題を松武蔵さんの口から語っていただけたらと思います、それとね、この前名古屋場所に行った時に、そうね、もうあの私たちの後ろにね、子供たちがね、うちわにピンクの彩ったようなものをうらーってやってて、その時に我々が映ってるんですよ、あるテレビに。まあそうでしたかね本当にこう小さい子どもたちにも大人気でね、あのやっぱりね、私たちも見てて裏の相撲っていうのは何があるかわからないっていうような期待も、仮に負けが込んでてもね、あのやっぱり勝つんじゃないかっていう気持ちがありますから、楽しみなんですが、まあ今ね、これからの期待と上を目指すにはって聞いてるんですけど、私はね、勝っても負けても勝ち越しても負け越してもね、十分に裏っていう存在かつ相撲の力はね、発揮できると思うんですよ。6勝9敗しても、その6勝の中ですごい相撲を取ったり、負けても横綱に苦戦させたりする相撲があるし、相手にとってもね、裏という力士はもう本当、もうこれはもうずーっとみんな見てきてるのに、なのに警戒しないと相撲を取れない力士というところでね、この前のね、名古屋場所も私感動したのは、あの照ノ富士に対してね、ものすごくいい相撲を取って苦しめました。そうそして最後にね、もう照ノ富士がこうちょっと肩を叩くような感じで、やっぱりあれは2人ともね、大怪我でね、下まで落ちたっていう、そういう仲間意識もあるだろうし、もうよく頑張ってくれたなっていう横綱からの思いがあったと思った。なんか目頭熱くなりそうだね。裏も横綱と対戦するところまで帰ってきて、あそこまでの相撲を取れるようになったということが、照ノ富士の方も同じぐらいに気がしてたんかな、あそこの結びの一番に取れたということに互いに感動したんじゃないかな、本当にいい相撲だったしね、そういうね、あそこまでの相撲が取れる裏っていうのは、負けちゃった、負けてやっぱりこの辺じゃダメかっていうんじゃなくて、あの相撲をあの位置で取れたら、私はね、十分に裏の価値は発揮してると思う。そうですね、もちろんね、やっぱり関取たるもの、あの三役を、大関をなんていう目標はもうあるんだけども、三役もね、上がりましたし、正直大関っていうのはなかなか難しいと思いますので、そうね、怪我もしてるからね、治ったって言ってもやっぱり古傷っていうのはね、なかなかこう克服ができないから、上の方で大勝ちっていうのは厳しいかもしれない、まあでもね、ここであえてね、もうちょっとこうしたらいいのになっていう思うようなこととかがあれば、そうだね、裏の相撲見てたら、ここをこうしたらいいんじゃないのっていう相撲はないんですよね、ああいう相撲だから、腰が高いんじゃないのっていう力士もいれば、もっと立ち合いを磨くべきじゃないのっていう力士もいるんだけど、裏っていうのは立ち合いを鋭くする時もあれば、見てこう立つ立ち合いをする、これの駆け引きで裏っていうのが生きてくるんで、常に立ち合いを鋭くするばっかりが裏ではないんですよね。怪我して戻って気立ての頃はよくね、足を取りに行ってたんですよ、潜り込んで、潜り込むっていうか、もう足を取ってそのままこう相手を片足にして寄り切ったり、まあそこはまあレスリング経験者、あ、そうだね、確かにオリンピック見てたらそんな場面よく見たね、うちにコメントしてくださる方の中には、もう立ち合い変わるのを禁止したらどうだなんていうような、あ、裏とかじゃなくて相撲全体に、これはないと思うね、私は。そうですか、やっぱり変わるのも一つの作戦、そうなんですよ、変わるばっかりの力士もいるかもしれない、けど変わるばっかりの力士が変わっても勝てる力士が出てくるんですよ、そうすると変わってばっかりの力士は勝てなくなってくるんですよ、でやっぱり勝てなくなると番付が落ちる、変わる力士、四つになる力士、突っ張る力士、ぶちかましの力士、張り倒す力士がいて、それを互いに克服し合って、
上に上に上がっていくのが相撲だと思うんですよ。だから変わりなしの相撲になると私は相撲ではなくなってくると思うね。それは私もちょっとコメントしたのは、うん、あの変わっちゃダメいう規則が仮にできたとしてもね、うん、ちょっとこう上手取りにこう体ひねったとか、これも変化になるのかとか言うと、うん、またこれも難しいですよね、うん、OK ダメっていう部分が。そうね、まあよく中継とか見てても、うん、一瞬でね、はたっこみとかで決まっちゃって、もう0コマ何秒で決まっちゃうから、あの場内はあーって感じでため息がなるけども、やっぱりそれもね、土俵の上で2人がね、ここ一番にかけて上がってきて対戦する中で作戦の一つなんでね、しょうがない。そればっかりする力士は、対戦相手はそればっかりをする力士として分かって対戦していくんでね、たきをなくすっていうのは私はできないと思うね。うん、まあ、じゃあちょっとまた裏の話に戻りますと、はい、そうしたらまあ今後のね期待っていうのはどういう部分ですか、うん、やはりこう上の力士にも面白い、そうですね、まあ悩ますようなね、うん、上を目指す力士かつ上にいる力士と対戦する時は特にね、うん、その力士が優勝に関わってるとしても、うん、でも裏がどんだけ成績が良くても悪くても裏と当たると嫌だ、悩ます力士になってほしいし、また裏もそういうところを狙ってると思うんですよ。そういうところを狙って勝つんですよね。もう今一番人気があるんじゃないですか。人気はどこに行ってもすごいね、うん、もう土俵入りの時もね、うん、九州に行こうが名古屋に行こうがすごい拍手ですけど、うん、それこそ我々が見に行った時、その後ろの女の子も2人も、うん、うらうらって言って、最後質問終わってからね、うら好きって聞いたら大好きみたいなこと言って、またね、YouTube やってるって言ったんでね、またうらのことも頑張ってるっていうことも言うし、はい、悪いことも言っちゃうよとか言ったんだけどね。悪いことないですね。ないんだよね。悪いところはもう、負けが込むと悪く見えるけども、うらという力士は、あそこで相撲を取ること自体が価値があると思う、私は。なるほど。うん。そうですね。まあ本当にね、うん、だからもう長くね頑張ってほしい。そう、まあ一番の注意点は怪我をしないことだね。そうですね。もう残るのはあの人の相撲だからいいんだけど、うん、変に残ると無理しすぎるということ、うん、足ぐちゃっと膝ぐたっていっちゃうと、うん、もう帰ってこれないかもしれない。うん、なので、ね、怪我だけはね、しない相撲を取ってもらいたいね。そうですね。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、チャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。本日もありがとうございました。またチャンネル登録お願いします。